宮里秀則は、日本海軍の軍人。戦艦ヤマトの初代艦長兼議総委員長。ヤマトの海上公務を指揮した。最終階級は、海軍中将。竣工前の昭和16年9月5日に、初代艦長となるものの、翌月に少々に、新旧、11月1日に、クレチンジュフ付けとなって移動。 12月16日の竣工前の体感であるため、宮里を艦長としていない文献も多いが、海軍歴史保存会館校の日本海軍史などには、明確に艦長着任の履歴が記載されている。鹿児島県出身、宮里翔介、中子の息子として生まれる。1912年7月、海軍兵学校を卒業。翌年12月、海軍省委任官。 その後、海軍大学校で学んだ。1920年12月、駒橋公会長となり、唐崎公会長、インコ偽総院、同公会長、野間玉野角公会長、海兵協関係幹事を歴任。1925年12月、海軍少佐に昇進。1927年4月、絹笠偽総院となり、同公会長、 横須賀鎮守府付、加賀公会長を経て、1930年12月、海軍中佐に進級し、道の区公会長に就任。1931年5月、海兵協関係幹事となり、平戸、青葉の各副長、大泊特務官長を歴任。1935年11月、海軍大佐に昇進し、海軍公会学校教官に就任。 1937年9月、第1公務部部員に転じ、軍令部出資権第3艦隊司令部付け権第1、公務部部員、夕張、中野、各艦長、連合艦隊司令部付け権第1、艦隊司令部付け権、第2艦隊司令部付け、香取偽装委員長、兼、鹿島偽装委員長、赤石特務艦長を歴任。1940年7月、 完成本部出資となり、クレチンジュフ付けを経て、1941年9月25日、ヤマト初代官庁兼議総委員長に就任した。同10月、海軍少将に進級し、翌月、クレチンジュフ出資、そしてクレ人事部長兼クレチンジュフ人事長に転じ、太平洋戦争を迎えた。1943年3月、 第11特別工作部長に就任し、1944年10月、海軍中将に進んだ。同年12月、船舶救難本部長に就任し、船舶警戒部長として、終戦を迎えた。1945年9月、予備役編入となった。ありがとうございます。